おはようございますす高野雲です、えー、先日ですねロン・カーターの本が発売されたという動画をアップしたんですけれどもあのロン・カーター「最高の音を探して」というタイトルのね本なんですけれどもまだ読み読み中ですね結構分厚い本なので,で結構面白いエピソードがあるので あっち読んだり、こっち読んだり、前から読んだり、後ろから読んだり、真ん中ひどい読みしたりとかしてですね、自分の読みたいところからつまみ食いして読んでいる状態なんですけれども、なかなか面白いエピソードが満載で、まあ、最初からじっくり読むのも面白いけれども、私結構最初からじっくり読む派なんですけれども、この本に関してはですね、ひどい読みが楽しいかなと思っているので、まだちょっとダラダラ続けていきたいと思いますけれども、その中で、 面白いエピソードというか興味深いエピソードがあったのでちょろっと紹介したいと思うんですけれどもボビー・ティモンズに関してのエピソードが書かれていたんですねちょこっとなんですけれどもでロン・カーターは、まあ、一時期ボビー・ティモンズのトリオにメンバーとして加わっているんですねでその時の話なんですけれどもあのボビー・ティモンズといえばもう言わずと知れたモーニングの作曲者ですよね。 アートブレイキンザ・ジャズ・メッセンジャーズに所属していてま YouTube でぜひご覧になっていない方は動画見ていただきたいんですけれどもブロックコードでワウンをですねコキャ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 ってすごくもうオルガンのようにピアノの鍵盤を弾く人なんですよで粘っこいリズム感がですねめちゃくちゃ特徴的で すごくね指を立てて弾いてるんですよね <laughs>。それ見てるだけでもものすごく楽しいのでアートブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズが来日した時に TBS のスタジオで録音した時の模様、まあ、録画した時の模様がおそらくね YouTube にアップされてると思いますので、うん、ぜひご覧になってみてください。である時期このファンキージャズブームの火付け役となったこのブルース・マーチだったりとかねモーニングとか があのアートブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズのもうキラーチューンとなっていた頃のピアニストなんですよボビー・ティモンズはで。後ほど今度はキャノンボール・アダレのアルトサック奏者のねバンドに加わったりとかもしてでまた今度「ジス・ヒアー」っていう曲を提供したりとかしてヒット曲メーカーでもあったわけですねピアノもすごいんですけれどもなかなか特徴的なピアノ弾くんですけれどもねでこのように作曲者としての才能も まあ,あったわけですよ、まあ、でも譜面をは書けなかったという逸話もありますけれどもね「タたタタタタタタタ」って適当にピアノでスタジ,あのスタジオでねピアノを弾いていたら確かベニー・ゴルソンだと思うんですけどほらベニー・ゴルソンはほら作曲者アレンジャーとしても優秀な人なのでね「あこれ面白いね続き弾いてよ」っていうことでベニー・ゴルソンが「 譜面化したという、まあ、編曲して曲に持っていったという話も残っているようですけどまあとりあえず最初のきっかけっていうのはねピアノでパラパランと弾いたのはあのボビー・ティモンズなわけですよ、まあ、まるであれですね YMO のねライディーン高橋幸宏が作曲したことになってますけどあれ口笛で「タララタララタタララタ」って歌ったのを坂本龍一がコードをつけたっていう感じなんですけどまあそれに似たような感じですよね。 で、まあ、いずれにしてもそういうヒット曲をいくつか書いて、それで独立したがっていたわけですよね。もういよいよキャノンボールの元でも修行したし、あとブレーキの元でも修行したので、自分のバンドを持ちたいと。それでトリオを結成しましたと。で、その時に声がかかったのが、まだ当時無名だったロン・カーターがベース。あと、アルバート・トゥーティー・ヒース。アルバート・ヒースですね。これはあのパーシー・ヒースとかジミー・ヒース兄弟の、あの、 弟なんですけれどもね末っ子だったかな分かんないけどヒース家もまあねジョーンズ家と一緒で、まあ、エルビン・ジョーンズハンク・ジョーンズサド・ジョーンズ家と同じようにヒース家もたくさんジャズ面出してますよねでそのアルバート・ヒースも当時は無名でした後にねヨーロッパに渡ってスティープル・チェイスっていうレーベルでケニード・ドリューとたくさん共演,して共演をしているんですけれどもこの2人がに声がかかって3人でツアーに出ましたとそしたら「 ツアーのもしょっぱなからいろいろトラブルに見舞われたそうです。何せボビー・ティモンズは結構アル中だったのかアル中とまではいかないけれどもあの面倒なことは全部アルコールでごまかす性質だったっていうようなことが書かれているんですねその本には。だから結構ね大変だったみたいですよ。例えばサンフランシスコのノースビーチにあるジャズワークショップでの出来事なんですけれども 開演は9時ぐらいだったみたいなんですね。だけど、まあ、もちろんロン・カーターとアルバート・ヒースはもう到着しています。でも親分が来ないんですよ。30分経ちました。9時半になっても来ないんですよ。で9時45分になってもいないんですよ。だけど会場は満タンなんですね。やっぱりあのモーニングの作曲者ジャズ・メッセンジャーズのピアニストのボビー・ティモンズのトリオだということで皆さん期待してやってきたと思うんですけれども。 9時45分になっても来ませんでしたその2時間後11時45分になっても来ませんでしたと <laughs> 11時45分って言ったらあと15分で明日じゃんって会場にまだ人いたんでる、ね、のかなすごいねそれで親分が来ないのでもうロンカターとアルバートしてもうい,いや2人でやろうってことでデュオでドラムとベースのデュオでその会場で演奏したそうですよでその間 来なかった親分ボビー・ティモンズは何をやっていたのかというと寝込んでいた多分酔っ払っていたんでしょうね寝込んでいたそうですでそういうトラブルもありながらもあのアルバート・ヒースはあの時のトリューが一番楽しかったと後ほど語っているそうですで面白いのが アルバート・ヒースにしても、ロン・カーターにしても、その時の、ね、演奏の模様、あのトリオ・インパーソンというアルバムがリバーサイドから出ているんですけれども、これ名盤なので、ね、ぜひ聴いていただきたいなと思うんですけど、意外とあっさりしたあの演奏ですね。あともう一枚有名なピアノトリオのアルバムで、This Here っていうのがあるんですこれはベ,ベースがロン・カーターじゃなくてサム・ジョーンズなんですけれども、This Here はあ、まあ、有名なモーニングやってますし、まあ、インパーソンでもやってるんですけれども、 両方ともね、割とあっさりした感じのモーニングですね、やっぱりメッセンジャーズやってる時はもうコテコテこれでもかっていうね、油ぎっしゅなコテコテな演奏してるんですけれども、トリオになるとちょっとおとなしい感じはするんですね。で、やっぱりね、この2枚の ThisHere というアルバムとインパーソンを聴き比べてみると、ベースの違いがすごく浮き彫りになってるんですよね。基本的にあのボビー・ティモンズのピアノはそんなに変わんないんですけどほと、っていうかほとんど変わってないんですけども、ベースが違うと随分、 あの聞こえ方違うなとサム・ジョーンズのベースの場合はやっぱりがっしりした感じがするんですよあのタフな感じちょっと硬質で強い感じがするんですけれどもインパーソンの場合はもう少し流れるような感じ滑らかな感じがしますよねそのピアノトリオの演奏の肌触りがねでそれがやっぱりベーシストの差なんじゃないかなと私は感じていますで面白いことにインパーソンの頃のロン・カーターって割と音程は はっきりしてるっていうか <laughs> そんなにですね後年ほどなんか音程が悪いわけじゃないですしあとアルバート・ヒースのドラムも例えばほらケニード・ドリューとやっている頃のアルバート・ヒースって、まあ、スティープル・チェイスのある意味ハウスドラマーになっていた頃のアルバート・ヒースのドラミングっていうのは嫌いな人も結構いらっしゃるんですね、あのパタパタパッとタパタしているというかちょっともう少し滑らかにやってよっていう。 ちょっと直角的なドラムっていうのですかねトタパタトタパタパタポトトタトタタポタポトポっていうドラムなんかちょっと直角な感じなんですよまろやかさがないんですよねだけど不思議なことにですねこの時のアルバート・ヒースは意外とトタパタしてないんですよねだからまだロンにしてもアルバート・ヒースにしても まだ自分のスタイルを確立する前の状態でまあいいとそれが実は一番いい時だったのかもしれませんけれどもそうなんですよね二人ともまだ我々がアルバート・ヒースあるいはロン・カーターと来て頭に思い浮かぶ音とはちょっと違う音をまあもちろん彼らの個性はすでに出ているんですけれどもまあ一言で言えばちょっとおとなしい感じサポートに徹しているからこそ良い 演奏になっているる感じはすすんですよねだからサポートさせると良いミュージシャンと主役がサポートに回るとダメになっちゃう場合とかってあるじゃないですかあるいはサポートするといいサポートするんだけど主役になるとちょっといまいちだねっていうのはまあ音楽に限らずね役者にもいるようにやっぱりそれぞれ生まれ持ったそういう星みたいのあるのかななんて思いますよね。で 私はねもうロン・カーターはもう絶対これ伴奏の人だと思うんですよまあベースだから伴奏で当たり前なんですけどでも後年、ね、自分がほらもう一人ベースにね伴奏させて自分がピッコロベースとかってあのリード奏者に一時期なってたことあるじゃないですかサポートを超えて自分がもう主役というか自分が主旋律を奏でるような、まあ、ピッコロベースとか作ったりとかしてさそれでちょっと チェロみたいな音を、あのふにゃふにゃな音程でリードベース弾いているた時期もあるんですが、それはちょっとやめてよって思うんですよね。<laughs> 思ったんですね、私はね。だからやっぱり主役じゃなくて、脇役だからこそ、いぶし銀で光るタイプが主役になっちゃったがために、うん、今一つだねっていう映画とかもあるじゃないですか。踊る大捜査線のスピンオフ編だったりとか、そういうので、<laughs> だからあの。 ヒットしたドラマとか映画であの主役をまあ良い意味でサポートしている、まあ、脇を固める良い役者がいきなり脚光を浴びてですねそれでスピンオフ編でそういう人たちが主役になった途端なんかつまんなくなってしまうっていうのはあるのかもしれませんけどロンの場合もやっぱり光り輝くねマイルス・デイビスだったりとかさそういう人たちをあの脇から支えてこそ 光る存在な,なんだよなとだったんだよなっていうことが非常によくわかるあの演奏ではありますよねインパーソンだから良いベースプレイしてると思いますよまあ、もちろんねチェンバースとかレイブラウンとかサムジョーンズのようながっつりタイプのベースとはちょっと違ってもうちょっとしなやかな流れるような感じのまあ、つまりアタックがちょっと違うんですよアタック感がやっぱりがっつりとね ガツッガツッっていう感じのアタック感のある骨太なベースから、まあ、このぐらいの時代からもうロンカーターたりを境になってもう少し原稿が低くなったりとかアタック感よりもラインのなだらかさレガートさせることによって生み出されるあの、まあ、もちろんレガートはしてるんですけれども他のベーシストたちもただやっぱり原稿が高かったりとか あとガット弦を使っていたりする、まあ、ベースの,あの弦だったりとかチューニングでやっぱり音がブツッと切れちゃってるんですね意識はレガートしてると思うんですけれどもねあのブチ切りになっちゃってるようなのが、まあ、少しずつ時代の変化であと、まあ、時代の変化と、まあ、テクノロジーの変化とかだったりとか、まあ、あるいはセッティングの差とかもあると思うんですけれどもやっぱり原稿が低くなると、まあ、その当時のロンカーターの原稿分かりませんけれども聞いた限りだと まあ少なくともねジミー・ブラントンとかあとチャールズ・ミンガスよりは原稿低かったと思うんですねあの弦の音を聞くとだからそうするとあの音の減水が長くなるわけですよね原稿が高くなるともうブチッブチッって音が割と短く切れるような感じになるんですけれどもあの音が原稿が低くなるともう少し音がなだらかに伸びる減水が まででの時間が長くなるんですよねそれをうまくつなげてそのつながることによって音と音のつながりによって生み出される絶妙なグルーブ感っていうのはこれロン・カーター独特のものが私あると思うんですよねだからロン・カーターはあの優れたベーシスだと私思ってるんですけど、まあ、音程は別として <laughs> ソロは取らないでほしいんですけれども <laughs> ソロ以外の部分での バッキングっていうのはすごくね独特なグルーブ感を生み出す人ですごくねあの伴奏させれば天下一品ピカイチワン,アンドオンリーの人だと私は思ってますねロン・カーターに関しては。それがやっぱりマイルス・デイビスクインテット時代のねソーファットとかあのフォアンドモアのねソーファットだったりとかあとショーターが加入した後の「イン・ベルリン」のマイルストーンズとか。 そういうのを聞いていただければすごくねロン・カーターのこのある意味こうアイデアたっぷりで悪く言えばちょっと逃げのラインとかもねアイデアでうまく処理してるんですね逃げっていうと言い方悪いかもしれませんけれども要はほら早い曲を延々とやるわけじゃないですかだからうまい具合に曲にアクセントをつけながらも割と同じフレーズを繰り出すとでそのフレーズフレーズというかベースラインがなかなかアイデアに満ちていて 曲に変化を与えたたりりする箇所もあっだからまあアイデアマンでもあったなと思うんですよねだからそうやってバッキングでねあの4ビート刻んでる時に様々なアイデアをぶち込んで,でそれをうまく演奏に躍動感をもたらせたりとか絵もよいえぬんか静かなグルーブ感をですねもうノリノリ躍動的グルーブじゃないんですよねなんかじわじわと少しずつ積み上がって高揚していくタイプのグルーブ感だと思うんですけれどもロン・カーターの場合は。 そういううういいのがが非常にままく出ているよよな気がしますよねだからあのソロアルバムでもねあの結構いいバッキングしているものはあるんですよでもねもうソロを通るとって感じなんですよだからほらリドイ・ビネガーのように自分のリーダー作でも,もうひたすらメロディー取らずにもうウォーキング・ベース中心で奏でているね いいアルバムあるじゃないですかリドイ・ウォークスとかリドイ・ウォークス・アゲインとかねああいうタイプのああいうスタイルに徹していればロン・カーターの評価ももっと逆に上がっていたんじゃないかななんては私は思いますけれどもねまあどうなんでしょうねなんてねあのボビー・ティモンズの話をしようとしていたつもりがまたいつの間かロン・カーターの話ベースの話になっちゃっていますけれどもまあボビー・ティモンズはこのようにあの意外と かお酒飲みだったわけですねライブをぼかすぐらいのねだからねボビー・ティモンズは38歳で亡くなっているんですけれどもその死因が肝硬変なんですよねやっぱ酒の飲みすぎだったのかもしれませんねだからまあ酒の飲みすぎには皆さん注意しましょうっていうかてめえが一番気をつけろって感じですけどね私がね <laughs> もう飲みすぎまあ少し控えましょうってある時期ね2年ぐらい前にね 尿管結石になって、よし、酒はもうやめるぞなんて思いつつ、でも治っちゃうと、もうその時の痛み、喉元を過ぎれば暑さ忘れるとかね、結、ま、石、あ、排斥されれば痛さ忘れるっていう感じで、まあ、しょうがない人ですね、私はね。まあ、お酒には皆さん、飲みすぎには気をつけましょう。ということで、えー、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。